一途宇宙から見た諫早湾、諫早湾、諫早湾は、有明海の中央部西岸から、さらに南西側に入り込んだ湾を指す故障である。潜水海とも呼ばれる。遠浅の干潟を利用して、古くより、有明海の干拓が行われてきたが、1989年より、着工した国営諫早湾干拓事業が、有明海全体を含んだ、環境保全上の争点となっている。 佐藤、滝と田は、諫早湾の区分を、平と竹崎を結ぶせにより、西側の水域と定義している。これに従えば、海域の面積は、約65平方キロメートル、沿岸自治体は、長崎県諫早市、雲仙市、佐賀県多良町となる。北東部は、有明海につながるが、北西部に田良岳山系、南部に、島原半島があり。 南北から山に挟まれる。湾王には、諫早平野と干拓地が広がる。主な流入河川は、延長2 1トルの本名川が湾王部に、注ぐほか、田堀川や船津川、境川、新海川、二丹田川、有明川、西郷川、神代川、土黒川などがある。有明海では大規模な河川が少ない地域である。つながる有明海と同様に、 看板の大きさと遠浅さの地形を特徴とする。有明海の主な海流は、早崎瀬戸から流入し東岸から左回りに巡るが、諫早湾においてはその海流の影響が小さくなり、海底や干潟の底に細かい泥が厚く堆積する。ワンオーブの長艦隊には、泥干潟が広がり、泥湿部を好む、七面層、海米米、海外、平木、柿、揚げ巻き、 ハラグクレチゴガニ、アリアケガニ、シオマネキ、ムツゴロウなどの生物が生息していた。1989年からは、国営イサハヤアン早湾タク事業が開始され、1997年には、ハ早市と雲仙市にまたがる、約35平方キロメートルの海域が締め切られた。締め切られた、堤防内は、日潟の乾燥化と調整地内の淡水化が進み、日潟の生物が、 徐々に死滅した一方、二枚貝の一種である、平田のマコダキが激増するなどの変化が見られた。水質も汚染が進み周辺では悪臭を感じることもあり、その汚染が排出されることによって、有明海全体が汚染されようとしているという指摘もある。また、工事に使用する海砂を、有明海中央部海底より採取したが、締め切り直後の1997年には、 その有明海中央部で貧酸素水害が発生したことが報告されている。締め切り堤防の上には伊佐早湾観択堤防道路が作られ2007年末に開通した失敗知識データベース失敗事例国営伊佐早湾観択事業による漁業被害。ありがとうございます。